木屋の博多うどん博多うどんは、福岡県福岡市を中心に食されるうどん。上天寺のうどんそば発祥の地の日博多は、うどん伝来の地と言われる。諸説あるが、日本に製麺技術をもたらしたのは、聖一国師と言われている。窓か南寺は家庭が安恋に、私そうして、慶やマデラで仏教を学び、仏つの教えとともに、多くの中国文化を身につけて、 一七二年に帰国。還元元年までの二年の間博多にとどまり、上天寺を開いて、布教活動を行ったが、その際に麺や饅頭といった料理を博多にもたらしたと言われている。その後赴任した京都の東福寺に伝わる大宗書山の図の中には、明州壁山テラスイ様という製粉技術を記した書物が伝わっている。しかし当時のうどんは、 現在のうどんとは異なり、現在のワンタンに近いものであったとの説もある。うどんが現在の形になったのは、鎌倉時代末期と言われ、室町時代までには全国に広まった。江戸時代後期には水車を使った効率の良い製粉法が開発され、また醤油の大量生産が可能になったことから、うどんはますます庶民にとって身近な食べ物となり、多様な文化が生まれることとなった。 そんな中、商人の町博多では時間に、シビアな商人たちが素早く食べられるようにと茹でおきの柔らかい麺のうどんが主流になったと言われている。また、軽食として食べられていたため、消化の良い柔らかい麺が好まれたという説もある。江戸時代には、夜泣きうどんと呼ばれる屋台スタイルが主流であったが、明治時代に入ると多くのうどん店が登場する。 中でも最も老舗とされているのが、博多区にある明治15年創業のカロのうどんである。このか、ごぼう店発祥の店である明治30年創業のオツちゃんうどんやその後継店である川端たけしちゃんうどん、昭和元年創業のキヤなどが老舗として知られる。福岡市を中心とした地域で幅広く食されているほか、 ウエスト、マキのうどんといった福岡式のうどんを提供するチェーン店も存在する。また、東京にも博多うどんを提供する店舗が存在する。博多で最古のうどん店、カロのうどん博多うどんには麺やだしに独自の特徴がある。以下に説明する。博多うどんの大きな特徴はその麺である。博多うどんでは、ふわふわした腰の弱い麺を用いる。 その理由は前日のものに加え、九州のうどん粉に原因があるとも言われる。九州のうどん粉は醤油に使うものと同様の小麦を使用しているため、他のものと比べてタンパク質が少なく、腰が出づらいのだという。つゆは透明で、煮干し、鯖節、鰹節、ご、昆布などを使って、だしを取り、薄口醤油を入れて仕上げている。特徴的な具には、ごぼう天や丸天、ま 九州の醤油を使った甘辛い味付けの肉がある。薬味に柚子胡椒を使う店舗もある。博多うどんのお供には白おにぎりや稲荷寿司もあるが、かしわ飯やそれを握ったかしわおにぎりがよく食される。ありがとうございます。